机に座るにはもうこの方法しかなくって、ちょっとなんかめちゃくちゃレアなアングルです。しかもちょうど後ろがテレビなので、テレビを見ずに今日は集中ができます。難しいんだこれね、難しいんだ、めちゃくちゃ難しいんだ。よいしょ、こうか。え、なに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 、結婚して、絶対結婚しような。すごい、めっちゃこれつけなくてもいいかも。あ、そしたらちょっと暗い。ちょっと一応つけてみます。結婚して嬉しい。そんなに結婚してって言われたことない。ありがとう、ありがとうございます。そう、今日スマホスタンドを忘れまして、いつもだったら忘れた時ってなんか座って配信とかするんですけど、今日はちょっと勉強したいので、はい、この画角でやらせてもらってます。スマホも一台はライトしたから、あ、でも別にそんなに、そんな別に顔を照らしたいわけじゃなくって、なんかこれをつけるか消すかの問題、ただ顔を明るくしたいわけじゃなくってって感じです。抹茶、こんばんは。みりんが8時半をお知らせします。あ、絶対ホテルの部屋の照明って書いてるでしょ。ホテルって星になるんだよ。ホテルって星になるんだよ。そうだよ。でもね、ここそんなに暗くはないかなって感じですね。うん、どこだっていいじゃんね。ねえ、どこだっていいじゃんね。私はどこにでもいるよ。どこにでもいるよ。レンタルしてきた怖い映像見てます。怖い、無理なんだけど。うーん、ワールドワイド、みんなの心の中にいつでもいるよね。心の中とどこかに実在します。どこかに実在します。今日は移動時間、うん、なんか喉が不調感。今日は移動時間に、でもこれこうしないと顔見えないから不便だな。なんかもっといい場所ないかな。立てらせるとね、なんかどうしても地面に座るとかだったらいいんだけど、どうしても机に座るってなると、今ね、このこれめちゃくちゃ見せたいもん。これね、どうやってるかっていうと、もうスマホが一人で立ってます。iPhone12
の厚さで立ってるって感じです。何にも立てらせてないです。もう自立してる。あ、でもカメラの下にはなんか箱を置いてます。箱置いた上にスマホを置いてるけど自立してて、一応後ろに倒れないようには後ろにも置いてるんだけど、でも何かに寄り添ってるんじゃなくって、そう、 iPhone 自立してます。独り立ちしました。うん、いきます。本当に超簡単なので、もう中学英語を、今日の目標はこれを終わらせることです。ここまでしかできてないんだけど、今日の目標はこの一冊を終えることです。ただこの一冊終わらせるのって思うかもしれないけど、もうね、私は忙しいは英語では I'm busy です。今私は忙しい、今日私は忙しいのようにもっと詳しくつけたいときは Now や Today という語を文の最後にくっつければ OK ですみたいなところをやってるので、そう、 I'm busy now, I'm busy today みたいな感じでやりましょうとか、次のページとかはなんか The park の前に置く言葉を前置詞と言いますみたいな感じの、 I play badminton in the park とか、 I play badminton after school とか with Mickey とか、めちゃくちゃ簡単な、なんかちょっとこれ中見えたらちょっとあんまり良くないので、もしちょっと見えちゃったとしてもなかったことにください。あ、おじさんも英語やる。ああ、本当に。でも基本中の基本じゃないですか。でも私ここのページですでに何問か間違えてて、びっくりするでしょ。選択問題なのに、自分でそこにないやつ作って勝手に間違えてたりとかするので、もう、はい、そんな感じの。で頑張りたいと思います。頑張ります。基本大事、えらい、優しい、ありがとうございます。このように文に意味をプラスする言葉を副詞と言います。場所、時場所、様子などいろいろな情報を付け加えることができます。 He plays the guitar every day。 彼は毎日ギターを弾く。いつも時々などを表す次の4つの副詞は文の最後ではなく一般動詞の前に入れることが多いので注意しましょう。 Always、 Usually、 Sometimes、 I sometimes walk to school。 私は時々歩いていくみたいな。次の語句を使って英語文に書くかな。 I'm busy now。 どういうこと。あー、これ例だった。 I'm busy now 今、ケンタフレーズ、ザピアノ、ウェイで、なんかあるあるなんですけど、簡単でしょ。そうだよ、簡単なところをねめちゃくちゃやってるからね、
縄跳びを二重跳びするためにとりあえず前跳び100回やろうみたいな感じです。うん、だから全然いいよ。なんかそう、まだそこやってんのかよとか全然言ってください。ちょっと私あるある、あ違うわ、私あるはあるわあるあるある、あっちゃった。ドクターイエローの下敷き、私下敷き代わりによく赤シートを敷いてやっちゃう。I walk to school。 大抵普通は usually。 Mickey studies EnglishI watch TV every day。 今日は見てない。嘘、さっきちょっと帰ってからハンコさん見てた。ハンコ見てた。今日はこれが終わるまでやテレビは見ません。ミスタースズキ goes to東京。Often. うん、あ、あ、チャイマンネ。Often はここに最後に入れるんじゃないよって、ね、言ってた。ミスター・スズキ Often。 あ、Usually も違うわ。じゃあ Often goes to 東京。 Usually も I Usually walk to school。 We play soccer here。 ドキドキ。 I sometimes go toうん、何日目、230日目ありがとうございます。ありがとう。そしてテレレレテレン、あ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 ったー。これはですね、なんとえ、なに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 、あ、え、なんでなんで、そういうことね、わかったわかった、こっち、あ、なるほど、私ずっとこっちで聞いてたから、なるほどね。あ、全然されてない最近さ、
あ、なるほどね。最近なんか iPad、 AirPods の接続が悪くってちょっと困ってます。 AirPods ちゃん中学英語どこだっけな、今のやつは情報プラス言葉2、I'm busy now. Can't play the piano well. I usually walk to school. Mickey studies English hard. I watch TV every day. Mr. Suzuki often goes to Tokyo.We play soccer here. I sometimes go to the library. イエーイ、合ってた。これ後ろにも答えがあるんだけど、答え、うん、音でも言ってくれるので、そう、ナイスって、ありがとう。めちゃくちゃ早かったので、ちょっと疲れる。あ、AirPods つながらないのは、その充電してるのに充電マークがつかないみたいな感じだから、携帯あんまり関係ないかも。ちょっと AirPods のもうそろそろ寿命なのか。あ、これなんて読むんだっけな。アンクルか。My uncle lives、 私のおじは北海道に住んでます。あ、lives in か。Sakura Station. I wash my face after breakfast. Anito. I go to school with my brother. He comes.Yeah, at 10, I have a camera in my bag. We play soccer after.これめちゃくちゃ優しくって。放課後には学校の後でと考えようとまで書いてくれてるんです。めちゃくちゃ親切じゃないですか。 She teaches English in Japan。 はい、3、
My uncle lives in Hokkaido. Your book is on the table. This bus goes to Sakura Station. あー間違えました。私は朝食前に顔を洗います。アフターって書いちゃった。こういうね人なんですよ私。 Before I wash my face before breakfast I go to school with my brother. He comes here at 10. I have a camera in my bag. We play soccer after school. She teaches English in Japan.いやそれはわかるよ。ただ単に早とちりしただけ私。そういう、そうだから選択問題をそこにないやつ書いちゃう人だから。 Miss Smith lives in New York. My mother watches TV 昼食後だからアフターです。アフターランチ。She plays the soccer. She plays the guitar well. どうしたらギターとサッカー間違えるんだろうね。 My brother よくだから often goes to the library. This is our English teacher. Miss だった。ミスターだ。ミスタースズキ has a red car. This is interesting book. That is.あの背の高い男の子はケントです。 That is あ、That Tall boy is ケンタ。 SheeShe comes here every day. 確かに今日はつむじが見えないですね。なんかこの画角いいね。でも家だとできないかもしれない。こういうちゃんとした机がないとできないし、ここもここも壁だからことできる。必殺角使いみたいな感じ。あ、じゃあ私たちは放課後にテニスをします。 We play。私テニスって書けない。 TEN TEN NIS テニス。 We play tennis after school。ありがとう。これが私たちの新しい家です。 This
テニスだと覚えやすいかな。ありがとう、覚えた。テニス、これが This is our new our new house。 まあいいや、当たっていくだけだ。 This is our new house。 彼の質問は簡単です。 He is question his question is easy。 彼らの学校はとても小さい。 彼らのだから they are school is very small。 彼女は自分の部屋にコンピューターを持ってます。 He has a computer in his room。 私は大抵組と学校に行きます。 I なんだっけ、大抵Usually か。Usually, I usually go to school with Kumi。復習テスト、Miss Smith lives in New York。 My mother watches TV after lunch。 She plays the guitar well。 My brother often goes to the library。 This is our English teacher。Mr. Suzuki has a red card. This is interesting book. The third boy in Kenta. She comes here every day. We play tennis after school. This is our new house.His question is easy。 あ、私クエスチョンの Q をもう謎に、これはいいや消しちゃい、謎にね大文字にしてます。いい、これはいい。
Their school is very small. あ、また間違えちゃった。これはでも、ちょっと一回ミスだからいい。彼女はって言ってるのに、He って書いてた。She, her, her, hers. Her, her room.She has a computer in her room. I usually go to school with Kumi. かわいいから正解です。ありがとう。ありがとう。私ね、ちょっとお湯沸かすわ。飲みたい。 I want to a drink。 I want to a drink。 えい、コップがあるわ。私はちみつ紅茶っていうのか、よいしょ。これは自分で持ってきたやつ。これめっちゃちょっと匂って、めちゃくちゃはちみつの匂いがする。かわいいと得だね。そんなかわいいって許してくれるの皆さんぐらいですよ。髪の長さがちょうどいい。本当にありがとうございます。初めて見た。そう、これすごい美味しそうで、あずさと半分こしたんだけど、なんかめっちゃ20個ぐらい入ってるやつを、そう、あずさと半分こした。これ美味しそうだねって言って、そう、めちゃくちゃこれあのお砂糖入れなくても甘いんですよ。蜂蜜が入ってるから。匂いこうへん、こうへんか。品詞、ジャパニーズという単語は日本のという意味の形容詞で使われることもあれば、日本語という意味の名詞として使われることがあります。あー、もう私ね、ここの辺が分かんないんだよね。名詞、キャット、ウォーター、ミュージック、ジャパン、トーンなど。代名詞、代名詞はこれとかあれとか。代名詞便利ですよ皆さん。メールの返信はぜひ代名詞でしてくれたらとっても嬉しいです。私すごく今困ってます。メールの内容全部書いちゃわれると困ります。とても、そう、例えば今日スチューデンツの収録をしました、今日はスチューデンツの収録をしたんだね、もうそれが全てじゃないですか。そう、メールはそう、なんかインスタ結構前から撮ってくれてる人とかもそうだけど、例えばインスタグラム開設します、もうあれ違う、ツイッターか、ツイッターだっけな、ツイッター開設します、もう実は初解禁メールなんですよ。そう、こだまですか、いいえ誰でも知ってる、こだまですか、いいえ誰でも。だからなんか昨日のそのここ行きましたっていうのもメールで言ってからツイートしたりとか、
そうしてるから、なんかだしメールでしか言ってないこととかもいっぱいあるので、あ、そう、遊ぼうっていうと遊ぼうっていう、そう、あ、ワイタっぽいね。いや、コンプライアンスっていうか普通に、わかんない、普通って良くないけどね、自分の普通が普通じゃないことは分かってるんだけど難しいね。なんかもし自分のためにとか、あ、めっちゃいいねいう方はぜひね、メモ帳とかのね機能を活用してもらえたらとっても嬉しいです。私困っちゃう、コンプライアンスっていうか、まあね、そうだね、なんかわかんない、でもそれはなんか書かれてないからね、メールの注意事項で、そのなんか意図的にじゃない時って難しいよね。もう意図的にとかはガンガン無視するんですけど、なんか意図的にじゃないんだよなっていうのはちょっと、いちょっと言ったらどうにかなるかなとか思っちゃうけど、全然いいよもう。でもどうにもならなかった、それはそれで大丈夫なんで、それはそれで、そう早い、出すの早かったかな、もうちょっとつけようかな続け禁止、あ、めっちゃいい匂いする、蜂蜜の、蜂蜜のいい香りです。コーヒー No、 好きで好きで返事しちゃう、もうね、もうそれはめちゃくちゃ嬉しいし、気をつけようって思ってる人はね大丈夫、もうこういうのって伝えたい人に伝わらないものだから大丈夫だよ、気をつけようって思ってる方はすでにもう、私はあなたに向けた言葉じゃないから大丈夫だよっていう、難しいね、でもいいよ、どっちでもどっちでもいいよ、ただ応援してると全てが許されるものじゃないか、難しい、いただきます、あー甘い、はあ、はあ、甘い、めちゃくちゃ甘い、お砂糖4つぐらい入れてそう、はあ、ハンバーグ、ハンバーグ、ああ、ああ、もう甘い、確かに蜂蜜だから喉にもいいかもしれないです、なんか勉強してるって感じ、私最近なんか音楽聞くときリスニング聞いてるんです、もう別にそう
もう全然勉強できないから聞いてるんだけど、もう自分で自分を褒めてる。うわー、なんかエアポッツつけて、なんか音楽聴いてるふりしてリスニング聞いてる私偉いって、もう自分で自分を褒めて頑張ってます最近。はい、次。私はお腹が空いていません。私はテレビを見ません、のように否定する文を否定文と言います。I am hungry. I am not hungry. She is a teacher. She is not a teacher. みたいな感じですね。だって This is not my bike. I'm aへえ、すごい。 She is not She's not という場合と She is not と、なんか 訳すところ違う時あるんだって。 I'm 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 not a good singer. Oh, me too, me too. My brother isn't a baseball fan. Aiko isn't a high school student. Student. 英語にしてみましょう。私はお腹が空いてません。 I am notハンガリー、私たちは今忙しくありません。 We We are not busy。彼はオーストラリアの出身ではありません。 He isn't from アウストラリア。私は準備ができていません。 I am not readyはスチューデンツ。否定文の作り方。She isn't a teacher. This isn't my bike. I'm not a good singer. My brother isn't a baseball fan.Aiko isn't a high school student. I'm not hungry. We aren't busy now. Now! 今って言ってる。Busy now. Busy で終わっちゃってた私。He isn't from Australia. I'm not ready.
般動詞の否定文の作り方は B 動詞の否定文とは大きく違います。うん、そう、私下書き、下敷きカバーから出さない派の人、出す派の人、みんなちょっとね聞きたいんですけど、今 iPhone 自立してまして、私触ると漏れなく、なんかちょっとね倒れちゃうんですよね。なんかみんなどう？あ、出すんだ。出さない派？うん。あ、そもそも下敷き使わない人？あ、保存用ならもう一枚買っとく。それな。それな。お腹鳴っちゃった。I play tennis を否定文に、 I don't play tennis。 B 動詞の文は B 動詞の後に not を入れれば否定文になりましたね。しかし一般動詞の文の場合には、 I play not tennis のように動詞の後に not を入れても否定文になりません。一般動詞の否定文は動詞の前に do not を入れます。P 動詞の否定文とのこの違いをしっかり押さえましょう。しかし、そう、 I don't know his name。 私は彼の名前を知らない。Say主語が you の場合と主語が複数の場合にも同じように do not を使います。 They don't like dogs。 They don't use this room。彼らはこの部屋を使いません。We don't live here。 私たちはここに住んでいません。I don't like my new job。 私は新しい仕事が好きじゃありません。私は野球は好きではありません。 I don't like basketball。 I don't have a call phone。 call phone って言うんだって。彼は日本語を話しません。They don't speak。 They って They は S にならないんだっけ。ならないのか。 They don't speak Japanese。 I don't drink milk。 Me too, me too。 Me too, me too。
ではくつろかれるわけ、ありがとう。そう。めっちゃとってもベリーベリー甘いアイドリンク、はちみつ、こうはちみつティー、ベリーベリースイート、スイートアイドリンク、アイドリンク、はちみつティー、 It is very sweet。 あ、ハニーティー、 It is ハニーティー、しばらく東京にいるの。いないよ。私は旅人、全国を旅する旅人。いつかあなたのところへも飛んでゆく。パルタみたいな歌があって、今それの一節。テープの作り方に、I don't like dogs. I don't play tennis. I don't know his name. They don't use this room. We don't live here. I don't like my new job. I don't like baseball.I don't have a cell phone. They don't speak Japanese. I don't drink milk. ミルク。はい。I am a traveler. そう。I am Tokyo. 私は東京です。I am Tokyo. 私は東京です。ルローニユミリン、そういうルローニユミリンです。人は切らない、人は切らないルローニユミリンです。一般動詞の否定文は動詞の前に do not を入れるのでしたがね。うん、しかし主語が三人称単数の場合だけ違う形になります。主語が三人称単数の場合には do not ではなく does not を動詞の前に入れます。 doesn't、 その時ちょっと注意することがあります。なーに、主語が三人称単数の時一般動詞を s がついた形になった、なった。しかし否定文では does not の動詞は s がつかない形になります。やめようよ、もうじゃあ s 全部廃止、 s 全部廃止運動をします。私は動詞に S つけるの反対、動詞に S つけるの反対運動します。ダズに S がついてるからね、優しい。確かしそういうこと。へー、愛と優以外の単数が3人称、それはね理解しました。でもそんなレベルかもしれない。そのレベル2までクリアして、みんなが思うレベル3のぐらいのところが、そう、私はそうまだまだ多分ね、本当に中学生のいとこよりも
英語できてないと思う。そんなこと言ってる場合じゃないの。はい、マイク。なんでマイクってさ、ミケって書いてマイクなんだろうね。ミケさん、ミケさんはじゃあアメリカに行ったらマイクさんって言われるってこと？猫ミケミケって言って、そう、この猫の名前はミケですって書いたら、あ、マイクマイクって言われるの。ね、でもさ、ミケかもしれないよ。ミケ、ミケ lives in 東京かもしれない。だって東京にもミケはいるでしょ。ミケ doesn't leave、 あ、 leaves だけど leave に戻って in 東京なのね。タクヤ doesn't like マウス。タクヤ doesn't like マウス。あ、oh, me too, me too. My father. My father. My father もう三人称か。My father.Doesn't have a car. 私の父は、あ、私の父は持ってるよ。Miss Suzuki doesn't have a call phone. CanDoesn't know my phone number. 私の母はコーヒーを飲みません。My mother doesn't drink.コーヒー、みんなコーヒー飲みます？鈴木の車確かに。でもこれはミス鈴木だから鈴木さんって言ってる。ナウ、たまに飲む、飲む、毎日、エブリデイ、はぁ、Really? I like coffee. ああ、私は、はい、コーヒーと紅茶で聞かれると絶対紅茶を飲みます。だからどっちかしかない時とかは、じゃあコーヒー派の人とは絶対喧嘩になりません。私は エスプレッソもいいね。エスプレッソもいいですね。そうだ、私ちょっとお茶もあったな。
はマネージャーさんが持ってる。あ、クーカちゃん、そうだよね、コーヒーといえば私もなんかコーヒー見るたびにクーカちゃんに買って帰ろうかなってなる。マイマイグランドファザー doesn't今ね、お湯を沸かしてる音です。ブラウン先生は日本語を話しません。ミスターブラウン、彼女は朝食を食べません。シェーンって She doesn't have breakfast。分けてないけど、私はね、カチッって言わないときに、カチッって言わないときに、あ、ちょっと2回目だから薄いかな。いつ使うねんって例文多いよな。それな、それな、思ってるよみんな。でもそれを置き換えれるんだよね、何かに。She doesn't play tennis. Mike doesn't live in Tokyo. Takuya doesn't like math. My father doesn't have a car.ミス・スズキ doesn't have a cell phone。 ね、セルって言ってる。ねえ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 、はい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 、 CELL。 セル、セルだ、セルフォン、セルフォンだ、セルフォン。東京だけ分かった。お、じゃあ私と同じぐらいのレベルですね。セルフォン。コールって呼んでた私。セルフォンだった。Have a cell phone. Five.Ken doesn't know my phone number. My mother doesn't drink coffee. My grandfather doesn't watch TV. Mr. Brown doesn't speak Japanese. She doesn't have breakfast. はい。
クケースだった。あ。なんか。これもしかしてテレビについてる疑惑。そんなことなかった。全然そんなことなかった。いや、そんなわけない。あったあった。壁についてた。私はテニスが上手じゃありません。イズノットやドゥノットの整理、アムとかアーとかイズノットで、ヨアB 動詞の否定文は B 動詞の後に not を入れます。一般動詞の否定文は動詞の前に do not か does not を入れます。動詞はいつも原形を使います。 I do not I don't a good tennis playerこれはよくわかんない。アム、アムか。全部ドントで済ましたくなる。 I am not a good tennis playerI don't like coffee. I am not a high school student. Daiki does not play golf. Daiki here を否定してるから is か。大輝 is not here な。私はあなたのおじさん知りません。 I don't like I don't know your uncle. My mother だから doesn't. They は don't か。ここギリギリかも。I am not a good tennis player. I do notLike coffee. I am not a high school student. Daiki does not play golf. Daiki is not here now.
I don't know your uncle. My mother doesn't drive a car. They don't speak Japanese. ギリギリならセーフやん。1万人超えてる。ありがとうございます。こんな not like coffee. I don't live in Tokyo. My sister isn't a soccer fan. They don't from Osaka. That isn't my house. I'm busy now. I'm not busy now. I don't like science. My grandfather.Doesn't watch TV. なに、ルッキー？誰？誰？いきなり出てきた LUCY さんは何さんですか？もう人の名前が読めない私。ルーシーさん、ルーシーさん、ルーシーさんなのね。またルーシーさんっていうのそうラッキーだと、そうラッキーはねいっぱい書いたのよこの前のサイン会で、だから書けるようになった。ルーシーさんっていうのね、ルーシーさん書いとこ、ルーシーさん、ルーシー speaks Japanese at home を否定します。ルーシースピークジャパネゼアット
ホーム。そこマネージャーさんからめっちゃ LINE 来るの。ずっと無視してる私。ごめんなさい。後で返します。クミ&I are is あ違う。クミ&I are in the sun class。クミ&I アーノットアーノットインザメバシは熱中症に効くの？ありがとう。でも確かにこの前ちょっと撮影外でした時に、ああちょっと熱中症になりそうって時に梅味だった、その熱中症の飴が梅味とレモン味だった、そ塩分補給の飴が。へえ、ありがとう、教えてくれて。ね、塩分大事ですね。ちょっとやばい。メール私何通送ったっけな、待って、1234あと3通。メールよりマネージャーさんの、確かにそう思うでしょ。私はマネージャーさんの連絡よりメールの方が大切です。蜂蜜の優しくないよ。でも大丈夫、マネージャーさんの連絡はパッと見別に明日のことじゃなくて明後日のことを今言ってるから大丈夫。明後日のことを言ってる、今日のことでもなくて明日のことでもなくて明後日のことでいっぱい連絡来てたから大丈夫。
でもメールは今日しかできないから、そう、もし今日中に今すぐ返してくださいみたいなのだったらすぐ返すけど、大丈夫、これ明後日のことだから。No problem. So. Good day.送ったよ、送った送ったよ。待ってるおじさん、待っててください。いや、今普通にね、友達にね、ここで LINE してたんだけどね、ちょっと見えてたかなと思って、全然普通の、ちょっとこんな普通の話してる間にマネージャーさんに返します。あ、大丈夫で、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、めっちゃいい。
楽しみ。あ、ドライブ何時からかな。あ、もう回線してた。あかりごめんね、さっき全然出れなくて。さっきのやつね、そう、あかりにめっちゃ任しちゃって。あ、ずっとこれ見えてたんだ。これなんかホテルに備え付けの Bluetooth のやつ。あゆみんショールームしてたの？すごい時代だな。元気そうでした。全然会ってないな。なんかそう、ツイッターとかインスタとかでは見てたけど。雪ですね。誰にやられた？4点にやられたのか。だってあかりもしてる？ショールームしてないかな。あ、さばいてる。え、誰か来ないかな。あかりしかいない。都会夜は寂しくて、そろそろ帰ろうかな。やばい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 。大切な人に会いたくて。やばい、誰か来て。やばいやばい、誰か来て。あ、ミポリンが来てくれた。はい、割りなし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 。ごめんね、今英語中じゃないの。あ、来てくれた、いっぱい。じゃあさばいちゃうぞ。今日からのイベントでめっちゃキューブとプリズムをやる。あ、そうなの。今日全然ねやってなくって、いつの間にかイベント終わっちゃってた、新幹線。
よし、3回目タクタンタクタンタクタン。みんな紅茶って何回まで使うの？私はね、3回かな。てかその日飲むだけかも。その日飲むだけ使うかも。一杯しか飲まないんだったら1杯だし、2杯しか飲まないんだったら2杯だし、まあでも3回までかなって思ってる。うん、そう。さばいてるよ。今さばいてる。私は彼女の名前知りません。 I don't know your name。 私の母は日曜日に朝食を作りません。 My motherDoesn't make breakfast on Sundays。 あ、いっぱい来てる。おぉー、まひな先生が来てる。 My motherDoesn't go Miss Sato お、向こうにギルザオラが出たぞ。いける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 、あ、いけるいける。一応守備ついて。え、誰誰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 。ナイス。あ、ちょっと私守備入ろう。じゃあでもいけそう。もうこれ誰、あ、4点か。4点はさばかないと無理だ。誰かに任せよう。ちょっと誰かに任せてるうちに。私は3回目のコーチで、あとさ7枚目シングル。4回目は薄いよ。あ、倒されてる。あ、やばい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 。しかもリン、何、凱旋なのあなた。やばい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 。私守備つけない、守備つけない、守備つけないよ。誰か守備ついて。やばいやばいやばい。あー、ナイスナイス。
丈夫大丈夫、はい、今ね5分の1ぐらい。ミスター佐藤、今彼らはここにいません。あ、攻撃できるだ、守備使おうかな。あ、ミータン来てくれた、やったね。無敵4点、めっちゃめっちゃ復活してんじゃん。あ、4点凱旋なんだ、4点凱旋だった、4点凱旋。復習テスト、エミリー doesn't like coffee. I don't live in Tokyo.My sister isn't a soccer fan. They are not だった。They are not from Osaka. They are だもんね。そっか。They は do いらないし、しかも from って。That isn't my house. そんな時もあるよね。 I'm not busy now. I don't like science. My grandmother doesn't watch TV. Lucy doesn't speak Japanese at home. Lucy. なんてなんてなんて、ちょっと、合ってます。はい、ちょっと切り方に戻ります。守備つこう。守備ついたから、はい、I don't know your name. My mother doesn't make breakfast on Sunday. My mother doesn't have a car.Mr. Sato isn't a Japanese teacher. They aren't here now. はい、13ページです。これは195ページまであります。あ、1万5000人の家庭教師、そうだよ、倒されてる私。
守備つきます。ちょっと守備ついたから、はい。あなたはお腹が空いていますのような普通の文に対して、あなたはお腹が空いていますかのように質問する文は、せーの、疑問文と言います。英語では疑問文になると文の形が普通の文と変わります。また文の最後がピリオドではなくクエスチョンマークになります。そう、めちゃくちゃ簡単だって、こんな簡単なところしてるって思ってる方はね、そうです、そうだよ。あ、いい。そんなことより私は、あ、全然見えなくなっちゃった。そうだよ。それをバカにするより、まあこの蜂蜜の美味しい美味しい。あ、ちょっと。ドライブ、あ、忙しい、人生忙しいですね。いいサバコ、これいけるんじゃない、結構出没率いいし、マヒナね、あの士気 100% あるからね、ちょっとそろそろね守備出てくれないかなけど、いやもうマヒナ先生来てくれるだけで神様ですからね。You are hungry. Are you hungry? 疑問文の作り方、 B 動詞の文化、一般動詞の文化によって大きく違います。まずは B 動詞の疑問文から学習していきましょう。B 動詞の疑問文は B 動詞で文を始めます。例えば主語が You なら A で文を始めて Are you? とします。 She is a teacher. Is she a teacher? That is a dog. Is that is that is that is is 好きやねん。 Is that a dog? Is thatハチミツティー Yes! Yes, this is honey tea! 守備入る。あー、あー、なるほどね。あー、私が攻撃すればよかったのね、今。ギャン。ハネティー、イヤーイヤー、ベリーナイス、ベリーマシッサや、ベリーマシッサや。あ、出た。あれか、マルチキューブめっちゃもらえるってさ、あれか、へえ、あのギルバドに出たらめっちゃもらえるってこと？え、めっちゃもらえたんだけど、嬉しい。昇竜できるかな。あ、昇竜できなかった、全然できなかった。えっへん虫、えっへん虫、えへへむし
装備が、装備がいっぱい。うちの母さんもね、毎回言ってる、装備がいっぱいなんだよって言ってる。そう、装備すぐいっぱいになるよね。私はクリスタライズしてます、結構。いらないやついっぱいあるからね。お知らせのバナーでクエストの入場券もらえるよ。へえ。お知らせの。もらったよ、入場券。入場券が必要だ。挑戦。鬼のようにもらえます。すぐ勝てる？めっちゃ強いとかじゃなくて、なんか弱そう。レッツゴー、レッツゴー。弱いの？鬼弱なの？ Is that a dog? Is that a dog?Is this your notebook? Is that your notebook? Yes, yes, I have notebook. Are they in the sun?Are they in the sunglass? Yes, yes. I'm Sonia Egami. Oh, I'm Sonia Egami. 彼女は先生ですか？ Is she a teacher?Is she a teacher? Yes, I'm English teacher. あ、本当だ。え、なんかやば。え、やばい。なんでこんなにドラゴンプリズムもらえたの？え、やばい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 。どういうことどういうこと。え、なんかめっちゃもらえたんだけど。はい、何何これ、どうしたのこれ、なんでなんで、ザックザクどころじゃないし、なんかやば、昇竜しよう。昇竜した。あ、すごい、私よりあかりんの方が強い今。あかりんいくつ？すごい、やっぱりめっちゃ強くなったやん。あ、上限解放した。あ、205実行。あ、205までいった。上限解放。え、すごいすごい。あ、210になった。え、すごいすごい。え、やばいやばい。まだ上がる。まだ上がるかな。
215になった。え、まだ上がった。え、まだ上がる。あ、217216、すごい、昇竜216になった。私え、それでも明かりの方が強い。何事？216になった。すごい。ね、バフル本当に。昇竜バブルだ。あなた忙しいですか？ Are you busy? あれは病院ですか？ Is that a...あなたは中国の出身ですか？Are you from China? ケイトはそこにいますか？ケイト、イズになるから、イズ、ケイト、Is Kate there? でいいの？あ、I'm from Thailand! おー、タイランド！すごい、みんな答えてくれてる。タイランド。国分かな？Are you hungry? Is that a dog? Is this your notebook? Are they in the same class? Is she a teacher? Are you busy? Is that a hospital? Are you from China?Is Kate there? あ、てか完璧、天才じゃん、天才。11レベルの英語できるとか天才。あ、中国のファンです。シェイ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 、はい。そして Are you などへの答え方。 B 動詞の疑問文は B 動詞の文で始め、B 動詞で文を始めて Are you や Is he の形にするのでしたね。うん、これらに対しては Yes か No で答えます。 Are you には Yes I am, No I am not で答えます。疑問文に Yes で答えるときは退職形は使えません。 Yes I am は間違いです。 Is なんちゃらの疑問文には主語によって3つの答え方があります。主語が男性ならhe を使って yes he is, no he
He isn't。 主語が女性なら she を使います。 No, she isn't。 主語がものなら it を使います。 No, isn't, it is, it isn't。 Is Mr. Smith from Canada? Canada? Yes, he is. No, he isn't. Is your sister in Japan? Yes, she is. No, she isn't. Are you a high school student?Yes. I am. No. I.No, I'm not. Is this your notebook? Yes, it is. No, it. No, it isn't. Is that a station?Yes, it is. No, it isn't. Are your parents busy?Yes, they are. No, they aren't. Is your brother married? 結婚している。 Is your brother married?メリーと Yes だから He is No He is マリー、メアリー、メアリード。結婚してる?だから過去形になってる。マリード。マリード。Is your brother married?結婚してくださいってなんだっけ。あ、Would you marry me?メリー、ウジュメリミ、メリーか、だから、メアリー、マリー、
んな感じか。ありがとう。今ね、アリーナしてる。私さ、この永遠とアリーナしてくれる人、バイトを雇いたいってあかりに言ったら、課金した方が、課金した方が安いよっていう。確かし、確かし、確かし、そう、めっちゃずっとクエストやってくれる人が欲しいって言ってた。そう、あ、めっちゃエール届いてる。僕のエール、うAre you Kenta? Yes, I am. No, I'm not. Is Mr. Smith from Canada? Yes, he is. No, he isn't. Is your sister in Japan? Yes, she is. No, she isn't. Are you a high school student? Yes, I am. No, I'm not.Is this your notebook? Yes, it is. No, it isn't. Is that a station? Yes, it is. No, it isn't. Are your parents busy? Yes, they are. No, they aren't. マレーズって言った。はい。なんだな、作り方に。今回からプレイやライクなどの一般動詞の疑問文について見ていきましょう。B 動詞の疑問文は B 動詞で文を始めれば OK でした。しかし一般動詞の場合は動詞で文を始めて Like you are cat などとしても疑問にならない。確かに Do を借ります。 Do you like cats? Do you like サッカー。その後でその質問にはいと言える答えましょう。 Do you like cats? Yes, I do. あなた英語話しますか。 Do you speak English? Yes, I do. No, I don't.毎日テレビを見ますか。 Do you watch TV everyday? Yes, I do. No, I don't. ピアノ弾きますか。
you play the piano? Yes, I do. あ、ここのやつめっちゃスラスラいける。 I don't。 ここはいけた。あなたは彼女の名前を知っていますか？ Do you know her name?Yes, I do. No, I don't. 疑問なんでの使い方に。あ、Do you like soccer? Do you live near here? Do you have a cell phone?Do you like cat? Yes, I do. No, I don't. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Do you watch TV every day? Yes, I do. No, I don't. Do you play the piano? Yes, I do. No, I don't.Do you know her name? Yes, I do. No, I don't. さしま先生が、こんばんは。メリーが結婚するで、イズメリーとが結婚している。こんばんは。あ、2回目ありがとうございます。さっきのところ Is your brother married? になると結婚しているなるんですね。2回目ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。先生こんばんは。ありがとうございます。本当のただ呼びだね。本当にそうですよね。本当にそう。状態を表す感じか。あーなるほど。 Is married とか結婚している。そうか、校舎と今のやつ同時に進むと英語力が一気に上がるから頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。これ CG がついてたのでちょっともう撮ったんですけど、それを携帯に取り込んで、このちゃんと答え合わせが終わったら CD に合わせて英文音読しましょうっていうのを一義に守ってます。はい、頑張ります。各分子からできた形容詞だねって。あーあ、失礼します。お互い仕事頑張る。ありがとうございました。寺島先生でした。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。遅くまでお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。ちなみに寺島先生はご結婚されてるのかな。
マネージャーさんの LINE を、ですね、あではって、 ありがとうございました。すごい、へー、今日一番の驚き。確かに9歳のお子さんがいらっしゃるそうです、寺島先生。へー、今日一のなんか学んだことです。へー、あ、そうなんですね。すごい、たくさん、すごい、2万人も見てくださってるんですか。ありがとうございます。くらいまでにしようかな。あ、明日は、そう、明日ね、お昼にね配信できるから、ちょっとお昼一緒に勉強しませんか。土曜日だし、なんかお休みの方とか多いかな。明日は10時から配信します。早いね、明日もう土曜日なのか。早い、じゃあみんなに10時に会うまでに、私は今69ページなんですけど、半分ぐらいいってるといいな。で、他にもやらないといけないこといっぱいあるので、うん、はい、頑張ってきます。それでは、はい、全然時間ない方はもう、私がこんな感じで多分明日ももうみんなが当たり前に分かるような感じのことをお勉強してるので、うん、
全然時間があったらで大丈夫です。そんなにそんなに多分話の収穫はないです。メール見た方が絶対効率はいいです。13位ポンさんありがとうございます。12位七福神さんありがとうございます。11位おいでませ元気さん、調査で読み講師ありがとうございます。10位8月小太郎さん、ユミンの新アバターを予約ゲットできたよ。あ、へえ、すごい、ありがとうございます。何のアバターですかこれ。時の読みこうって書いてる。え、パジャマ着てるのかな。ありがとうございます。キュイテレビーさんありがとうございます。8位シャイニングフィンガーさん、ユミニシカカタンありがとうございます。7位ソフトクリームさんありがとうございます。6位スランプくんさん、勉強お疲れんこ、頑張れ、ゆみりん見ると元気出る、ありがとうございます。5位トリダーさんありがとうございます。4位ヒロさんありがとうございます。3位クマネポパさんありがとうございます。2位キヤさんお勉強配信お疲れ様、これからも頑張ってありがとうございます。そして1位がエンドさん、ゆみりん大大大大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。キョナッキーさん、テッカマキ DX さん、デラックスさんかな、ありがとう。かわいい、皆さんいっぱいギフトありがとうございます。絶対結婚しようなありがとうございます。それでは明日お昼に、お昼だって、あ、確かに2万人かな。ちょっと行ってみよう。 See you next English class. ユミンちゃん See you. Good night. いい夢見てね。 Good dream 見てね。ちょっと待ってみよっかな。じゃあ、Today very nice. お、私も今日も素敵な日でした。スイートドリームスっていうのか、いい夢見てねみたいな感じのことってスイートドリームっていうの。スイートドリームス、へえ、新しく知った。スイートヒアー、スイートドリームス、スイートヒアーっていうの、スイートドリーム、甘い夢を見ましょうってこと。素敵素敵。中国語のお休みはワンアンワンアン。中国語発音が難しいんだよね。ワンアンかもしれない。ワンアンワンアン、どっちだろう。ワンアンワンアンだった。ワンアンワンアン。お、あともうちょっとで、あと100人で行くな、2万人。じゃあ、それ見届けて終わろうかな。あ、おわんわん。え、じゃあ、おわんわんとかさ、ちょっとお休みに聞こえるってこと、中国の方。韓国語はチャルジャヨ、チャルジャヨ、チャルジャヨ、わんあん。チャルジャヨン。
のところではね、まだちょっとこうやって時差があるかな、ちょっと時差がある。私のところではお超えました。それでは最後までありがとうございました。明日はお昼に会いましょう。最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。